まで行ったことあるライブハウスの場所覚えてんのか。覚えてるに決まってるじゃないですか。言ったね。周りも覚えてる。今回はそれを確認していきたいと思います。確認。チームゲッサーっていうねゲームがありまして、まあ難しいゲームなんですけど、うんうん、地図にね、はいはい、飛ばされるんですよ、うん、そのどっかに、うんうん、それを周りの情報を Google マップみたいで見て、うん、元いた場所をこうピックして、はい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 、自分が指定した場所がどれぐらい近いかっていうのを競うというか、ほう、見つけるゲームなんですけど、近ければ近いほどいいみたいな、そう、高得点とか。わー、なるほど、めちゃくちゃ難しそう。めっちゃ難しそう。チリわかんないけどできるかな。まあ、今回に関しては、はい、クイズを作ってきてもらったんですよ、はいはい、で今回の内容は、うん、行ったことのライブハウスの近くに飛ばされるらしいんですよね。ワクワクするね。でどこでしょうっていうのを今回そのジオゲッサーを使ってやっていこうという、はいはい、なら分かるんじゃないのっていう説ですね。確かに、じゃあ分かっちゃうわ。分かるか。覚えてるかな。結構行ってきましたよ、ね、確かに怖い。記憶が試されますけれども、分かんなかったら謝罪動画になるかもしれないから、謝罪最後にスーツ着て謝罪動画撮ってるかもしれないですけどということで、はい、やっていきたいと思います。やっていくどん、やっていくどん。場所をロール中。聞かれてる。おー、え、待って。え、でもさ、待って、もつ鍋があるから。え、でも、もつ鍋って意外とどこでもあるよね、これさ、うん、モブル、うん、これさ、カラオケアリソンバーさ、うん、よく見るよね。まず、もうこれ、大塚じゃない？大塚にもさ、新宿歌舞伎町店だよ。おっ、歌舞伎町だよ。え、地図上どこかっていうのさ、まず、近づいてこうよ。まず、歌舞伎町のことは確定してるので、ここ、西武線じゃない？え、そうだよね、これさ、マウスの近くじゃない？そう思う。時間無制限にしておりますので。確かに、ね、こんなの1分だってできたかもしれないよ。いや、このさ、歌舞伎町探すだけで大変なのよ。新宿区ありました、ありました、ありました、新宿。飛ばされた場所に、飛ばされた場所をあれしなきゃいけないから、このままさ、いけんじゃない？いける気がする、めちゃくちゃ。え、もうさ、ピンポイントで刺せるよ、こんなんだ。ピンポイントで刺したいよ、これは。これもうちょっと近づけたりするの？まあ、いけるよ。でさ、なんかブレイズとかの近くだよね、これ。え、そうそうそう、多分そうだと思う。え、これさ、もうちょっと周り見とく。うん、私はここがマーズでしょ、ほら。あ、すごい、ピンポイントで当てられた。じゃあマーズを探してんじゃん。原鉄って出てこないの、これ。え、出てきそうじゃない。あ、原鉄あった。え、じゃあここら辺だ。ここの通りじゃない？ここだよ。一旦行ってみる。一旦行ってみようよ。まだ1問目だ。あ、ちょ、来すぎ。推測する、行きます。うわ、え、でもさ、4メートル、4歩、あ、また4歩。これは新宿ですね。新宿歌舞伎町のマーズの近くブレイズとかね、そっちの方に近いやつ。いや、いいんじゃない。簡単だったな。次に行きたいと思います。まだ1問目なの。これは大阪か。ん、ちょっとさ、前進んでみよう。え、ちょっと待って、後ろ進んでみる。あ、ビルを見ようね。まず周りを、確かに、くるくると。サイバーシー。大阪大好きだよ。何回も行ってんだから。雨村とかのさ、外れたとことか。これ知ってる。あ、これやっぱさ、雨村とかの近くだよ。なんかあの通り、人間みたいな。そう、なことはわかるんだけど。おー、わー、クレイ。え、三角公園探せばいいんじゃない？三角公園って三角の形してるから三角公園なんでしょ、多分。三角公園って、この四角の中で三角見つけられたら勝ちじゃない？ここってさ、あのさ、 あ、ここ知ってる知ってる知ってる、ここ、ここで時間潰したことある。ここクリスマスツリーがさ、うん、すごいとこだよ。ここの建物、ここの建物って何なの？おお、入れる入れる。この建物に入れる入れる。ああ、入っちゃった入っちゃった。わからないまま建物に入り込んでしまった。あ、ビッグキャットだ。あるとこだ、ビッグキャットだ。でも駅のさ、割と近くだよね。うん、うん、確かに。どこやった。あったよ、ビッグキャット。一旦ここに置いて、一旦ね、でだよ。とりあえずビッグキャットに来た。で、この付近の、うん、
クドナルドを探す。マクドナルドを探す。オンじゃん。めっちゃオンじゃん。あってことこの辺これもう行けるのでは。ちょ一旦じゃあこれで行きましょう。推測。うわ7メートル。いやさっき4メートルだった。4メートルだった。ああ悔しい。いやでもすごいもう知ってる街並みだった。ね。散々行ったもん大阪。大阪を思い出してるね。うん公園がある。知ってるよ。どこ知ってんの？これ名古屋だ。名古屋はやばいって。名古屋はさ、1回しか行ってないんだって。なんかジュエリー松田。なんかさ、うん、ハイフン全ハイフンみたいなさ。ああ。名古屋住みじゃなかった。よく覚えてんね。なんかすごいヒントになりそうなんだけど。でー大須三丁目26を探します。大須三丁目26を探します。三丁目なんて存在しないんじゃない？確かに。じゃあちょっともっとさらに何丁目店がさ、うん、出てくるからかかもしれない。それ伏見大須一丁目。そんなこと襟組んでんのよ。一丁目に一旦あれしといて周り見に行こう。オーケー。近そう。あ女性のこんにちは。こんにちは。あ商店街みたいなのがある。あ、大須商店街古くからあるアーケード。とりあえずそこら辺にちょっとここ広めよう。人がいない。シャッター。朝なのかな。あ、メガネスーパーがある。メガネスーパーあ、メガネスーパーだ。わおってことはこっち側なんだ。スガキ屋で。あれってことはこっから来たんじゃないやっぱり、うん、スガキ屋でしょ、うん。こっちから来たんだよ。こっち側に行きまして、で元の位置に戻る。あ、ね、大須公園から始まったよね。こっちとかじゃない。でだよ。うん、ちょっと上から見た。上から見たら分かっちゃう。違う。で、周りにヘアサロン。ヘアサロンがある。ヘアサロン。これカンプリじゃない？クマシリウスじゃない？こっちじゃない？この辺ここら辺じゃない？ヘアサロン。一旦推測しちゃうもん。なんか行く？行ってしまいましょうか。ヘアサロンがあるから。おお、ゼロメートル。一回しか行ったことない名古屋でゼロメートル叩き出した。すごい。名古屋住んだ方がいいかもしれん。これはもう。いやー。覚えてない。すごい。ヘアサロンだって。ヘアサロンが助かった。何？ヘアサロンって。周りを見渡してまいります。これは大きくしますね。心も体も生まれ変わる癒しのなんちゃらリゾート。あ、ホテです。ホテ山があるか。山があるわ。北海道じゃない？え、そう思った。私もやっぱり北海道かなと思ったよ。え、成功は？え、これさ、え、これなんかライフハウスさ、ここら辺じゃない？え、あ、ここ知ってる。こっち行くとホテルある。私たちが泊まった。ジンギスカン。一旦北海道に行こう。ジンギスカンクラブ。南7条店。南7条探すか。8条7条あれ何探してたっけ。南7条店。ここら辺じゃない？福ちゃん何でも売ってるわ。アートと福ちゃんの間、福ちゃんの間の道に今いる。あ、待って、ここ知ってるな。クラブのライブとかするって読み方かないよ。ロストワールド。何？ここのラインじゃない？なんか4ってことは、ほらだからこの近くだよ。ガソスタあるやんけ。ガストノスガス。めっちゃ大事なもの見てなかった。振り向いていなかった。これでもこの辺なんだよね、多分。さっきの信号的には。あ、福ちゃんあった。あ、待った。ここら辺だ。これに遅く、これ水族の、これはさ来たんじゃない？7メートル7メートル。これ名古屋すごくない？逆に。いや、名古屋やばい。ゼロメートルだよ。今福岡行ってないんだよ。福岡と、あと仙台も行ってない。が可能性としてありえるってことだよね。雪降ってるよ。これ雪降ってんだよ。初手雪降ってる。北海道ってことかな。でも仙台かもしんないじゃん。確かに仙台も雪降るもんね。姿勢はあるけど。姿勢ほら、姿勢の方ですけど。わかんないって。あ、日産レンタカーの前ね。仙台だ。ああ。仙台のライブってあれどこ？
仙台は近くにコンビニあったことぐらいしか覚えてないそれはそう、だいたいあるってとりあえずさ、あ、そうでもね、青葉とかなんだよ仙台でライブしたのって。多分ね、多分記憶があってここにね、ペット専門学校みたいなのがあるの。総合ペット専門学校探せペットこのでかい地図からまず錦町公園と錦町公園と総合ペット専門がある。そんな駅周りじゃなくない？しかも駅からね、多分15分とかなのよ。ってことはここめっちゃ今駅にいるから、めっちゃ駅にいるよね離れないと出れる。試着して試着して、うん、もうちょっと仙台って駅が広いからさ、そう、あ、錦町公園の大通りが今いるから、うん、この近くの大通りをまず、うん、あ、ここね、あ、待って、資生堂あるんだけど。あ、じゃあ一旦この辺だ。ちょっとここじゃない？ここかここの通りじゃない？こっちの可能性あるよね。うん、こっちの可能性もある。で、これ駐車場がめっちゃ周りにあって、うん、出て、どっちの方向に何があるかの方がいいか。正面にはセッション、セッションがあって資生堂が結構遠くに見えてたくない？うん、なんか越えて見えてた、奥の方に。一旦持ち帰って、うん、もう一回見直してみる。資生堂、多分ここに一本通りがあってもおかしくないから、うん、レンタカーで、これじゃん、これじゃん。めちゃめちゃレンタカーじゃない？ちょっとさ、仙台駅北口店じゃなかった？この、なんかさ、日産レンタカーね、日産レンタカー、日産レンタカー、これ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 、あ、違う、これ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 、高橋さん、こう言って日産レンタカーを、こう言って、あ、でもほぼ目の前だな、日産レンタカーの。だね、日産レンタカーの、日産の車をレンタカーしてるから、ここら辺じゃない？いいんじゃない？これなんじゃない？ゼロじゃない？3m、なんで？なんで？もう隣じゃん2人立ったらもう埋まるってこれ。ピューパメンバー全員だけど、全然入る、なんか超えちゃうぐらいある結果見ます。え、やばくない？すごい。え、満点だよ。 25,000ポイントのうち25,000ポイントになった。満点、やばー。ということは、うん、行ったことあるライブハウス付近、うん、覚えてる説は、うん、立証、立証じゃない？これで無事にこれからも遠征に行けるってことですね。行けるということですよ。あと今後あのいろんなライブハウス行きたいので、はい、お待ちしてます。やってきます。呼んでください。全国からお声掛けお待ちしております。行くたんびにジオゲスターしようじゃん。もう大事にしてもらって。あ、いいね、そうしよう。ジオゲスターのプロになる。プロゲスター。地図いっぱい持っとくわ。もうあの遠征行くたびに今ここ、周りこうやって今ここにいる、近くにこの何がこれがあって、ここの住所はどこどこ何丁目とかやって、次どこどこのホテルが近いですねでも分かるかな。遠征のプロにもなれる、ジオゲスターのプロにもなれるし、遠征のプロにもなれる。道は私たちに聞いてください。いい企画だったわこれ。楽しい。一生ということで、はい、今回は以上になります。ありがとうございました。遠征行こうね。行こうね。